過去と別名チャッピーと申します。チャッピーで覚えていただければなと思います。今日は、お招きいただいてありがとうございます。こちらで1曲だけ演奏させていただきたいと思います。皆さんおなじみのある方もいらっしゃると思いますが、とてもこの歌詞が今日の場にぴったりだなと思ったので選ばせていただきました。歌詞を朗読させていただきます。固い絆に、これはスタッフさん、ストリートピアノのプロジェクトの方、それから指宿の商店街の方、ピアノを提供してくださった方、ペイントをしてくださった高校生、皆さんの固い絆と思っております。固い絆に思いを寄せて、ここまでの話し合いがあったことと思います。語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき、新しいことをすると賛成意見ばかりではありません。時には喜び、肩を叩き合ったあの日、乾杯を歌わせていただきます。絵が書いてあるので、皆さんご時間ありましたらぜひご覧になってください。ありがとうございます。
チャッピーでした。ありがとうございました。